岡山でシェアハウスを楽しむ女性たち。話題はいつもイオンモール岡山で出会った女性を彩るアイテムばかり。今回のダイアリーに描かれた素敵なアイテムとは？あれ？ココちゃん、そのアクセサリーどうしたの？これいいでしょう。カナルヨンドシーのイヤージョイっていうブランドなんだ。他にも買ってあるけど見る？うん、見たい見たい。オッケー、取ってくる。思いをつなぐジュエリーを届けるカナルヨンドシー。店内にはイヤーカフやネックレスなどのファッションジュエリーやブライダルリングがあります。人気シリーズはピアスやイヤーカフを手軽に楽しめるイヤージョイ。顔周りのコーディネートが楽しめますよ。このイヤーカフにはジュエリーがついてるんだね。そうなの、人工ダイヤモンドがついてるんだ。へえ、いろんな場面で使えそうでいいね。こっちのは？身につけやすいサイズだからイヤリングやピアスとの相性もいいの。動くとラインの部分がキラキラして可愛いんだ。でもこのイヤーカフが一番お気に入りなの。実はリングにもなるんだよ。こちらのイヤーカフはリングとしても使うことができる 2way タイプです。360度どの角度から見ても立体的なフォルムで、身につけると顔周りや指をより華やかにしてくれるそうです。ワンランク上の大人な女性のコーディネートが楽しめますよ。どうかな。おお、3つもつけると耳元がさらに華やかになるね。大人な雰囲気も出て素敵だよ。私も欲しくなってきたから今からお出かけしない？私に似合うの選んでほしいな。いいよ、私もイヤーカフをつけてお出かけしたかったの。やった、じゃあ行こっか。行こう行こう。ファッションコーディネートに詳しい戸板女子短期大学の新井教授によると、ピアスやイヤリングはピアスホールを開けてネジやクリップで留める必要があります。イヤーカフは耳に引っ掛けるだけなので耳にかかる負担が少なくなります。天然繊維を使用した肌へのケアやルーズシルエットで体を締め付けないデザインなどが最近のファッショントレンドの一つなんだそうです。春待ちダイアリー、次回もお楽しみに。OHK ではイオンモール岡山の情報をインスタグラムで発信中。大晴れライフで検索してフォローしてくださいね。